です。お願いします。お願いします。ですからね。路上喫煙なくならないですね。楽しないな、会話が。全然楽しないわな、やん。いやいやいや、マナー良くないやんか。そう、あかんよって言ったらいいやん。いや、だから注意しようと思うよ。勇気が出ないのよ、ね。いや、これは情けないわ。終わりやで、ほぼ完全に。いけんの？タバコダメですよって言うだけでいいわけやから。いやいや、でもな、ああいうやつってなんか怖い人多いやん。いやいや、あかんですよって言っただけやから。あかんですよ。もうやめろ、つかかってくんな、いちいちややこしい。ご飯ですよ。もうね、いいから、何よ、だから。あ、わかったな、そのできんのね。全然できるよ。あ、それじゃちょっと見本見してもらう。全然いいよ。うわ、こんな街中でタバコ吸ってるやつ、注意しろ。お前、いい加減しとけよ。うわ、いやー、こうしてこうして、うわ、ポケモンのゲームや。タバコって戦い始まった。お前、挨拶したんか、お前。挨拶って何？挨拶したんか。じゃあ何やその挨拶に、厳しいヤンキー。初対面やったらまず挨拶だろ。挨拶したんか言ってんの、お前。こんにちは。はい、こんにちは。鬼のマナー講師や。鬼のマナー講師にしたらインナーマナー違反すぎるやろ、お前。熱っ、泣けんねん、お前。このタイプちゃうぞ、わし、お前。お前、調子乗っとんの？調子乗ってないよ。お前、俺が周りから何て呼ばれてるか分かってんの？知らんない、そんなもん、お前。何話の喧嘩ゴリラや。何話の喧嘩ゴリラにしては当たりですね、あなた。去年、何話の喧嘩チンパンジーやろ。出世王みたいなことやめろ、チンパンジー。お前調子乗っとんの？調子乗ってないよ。ほら、俺が0歳の時、周りからなって呼ばれてるか分かってる。絶対知らんよ、そんな。何0歳の頃。何話のビッグベイビー。ただのデカベの赤ちゃんやんか。何やそれ。7800g。 7800g。 ほぼ不思議だねやん。すごいな、お前。すげえぞ、お前。こんくらいならいいよってなるか、おい。おい、何やねん、おい。ほら、1歳の時、周りからなんて呼ばれてる。知らんって、何やねん、おい。何話のスモールベイビー。縮んどるかな、おい。何があってん。カルシウム足りてなかったんかな。何を偉そうに。やめろ、お前。2歳の時、なんで1歳ごとにあだ名あんねん、お前。何話の2歳児。ただの2歳児やないか、お前。いらんねん、そんな、お前。3歳。ほぼ4歳。まあそうやろ。全3歳、ほぼ4歳やろ、お前は。4歳。特になし。じゃあ言うなよ。じゃあ言うなよ、お前。5歳。和歌山の少年。引っ越してるー。小学校に上がる前に引っ越してるー。6歳。和歌山なじめんぜ。都会っ子やったー。なじめてない。7歳。なにわに戻れんぜ。戻りたいけど7歳の力じゃ戻れてない。8歳。和歌山マヨネーズ。マヨネーズを何があるんだよ、してる、おい。唐揚げに添えたのか、お前、おい。9歳。臭い。楽しくない。9歳臭い、楽しくない。10歳臭い。おい、2年行ってもとるやないか、臭いが。11歳臭い。ほんまに臭いっちゃう、こいつ。嫌だ、そんなやつ。12歳お風呂を知る。お風呂知った。じゃあいけんちゃう、おい。13歳ふやける。風呂から出ろや、風呂から出ろや。14歳俺の下駄箱に靴がない。いじめられてるって。全然あだ名じゃないやん、もう。15歳リコーダーの吹くとこしかあれへんがな。どんないじめやねんすよ、上だけで残ってて、おい。16歳穴を掘る。穴掘んな、あんまり。モグラじゃないんだから。17歳ブラジルへ。地球の熱いとこどうしてブラジル行ったの。18歳タピオカ屋を始める。ブラジルで絶対無理やって。19歳穴を掘る。潰れてる、潰れて穴に逃げてる。20歳ミミズの味を知る。穴が折れてて。21歳暗い。あら。22歳辛い。あら。23歳助けて。穴から出ろや、もう、おい、もう。24歳石油王へ。人生大逆転。穴掘って帰られました。そっから何話の喧嘩オラウータン経て今や。何やく後半の猿の監視。おい、そんなことはない。ね、タバコ吸うなって言ってんねん、こっちは。いや、これマリファナや。注意できてんやん。いや、あんま街中でマリファナス高いやろ、お前。ほんまに悪いやつか。何がやねん、もうええわ。